商品に行くわ。一人やるんで。はい。じゃあ最初どうぞちょっと様子見たいので。一人交代で。はい。一人もしやってないよ。いや全然。なんかあれが手応え、はい、縦に回転かけたら落ちるって言われてたから、こりゃ内側は時間で交代交代でやろうか。3ポイント交代ぐらいでやりますか。はい、どうぞ。あ、どうぞ、はい。超コントロールしないな。ナイスボールです。やばい、あーしちゃった。今のは難しい。いや、フライフだ、なんか今タイミング早く出た、はい、ライジング出た、はい、はい、ナイスボールです。はい、あ、あります。はい。はい。おー、
答え。今の低めのボールなんだよ。フライス。はい。よし、じゃあ俺も行こうか。結構来たよ。いや、楽しい。久しぶりにやる。嬉しいです。ね。そうですね。市民大会デビュー撮影を出るんだったら頑張れ。おー帰っちゃう帰っちゃうあ、どうぞ。いや、ちょっと休みたいの。痛いから。そう、大会出れるんですか？足出る出る、ドーピングでまだ1ヶ月あるから3週間かな。明日も練習するし。こういう練習とかで頑張っちゃうと怪我がひどくなったから、そうそう早めに切り上げる。
危ない危ない危ない。あ、ちょっと見てる見てる。もうちょっと、ちょっとストレッチしながら。だから。行きます。ちょっと待って。頑張っちゃうと悪化するから。いや、本当マジな話。そうですよ、1ヶ月とかあると。そうそう。毎日温泉だから。昼休みたりしてから。ケアケア、ありがとうございます。そういうのが怪我のもとだからね。すいません、ありがとうございます。救急車で運ばれたことはあるみたいだよ。あの誰だったか忘れてくれます。サークルのメンバーでボール踏んじゃう、うん、しか出てないから、はい、ダブルスの試合なんて時短練習だから、はい、本当に際どい場所を時短する練習してるから。よし、はい、決めて終わるとこだった今。決めて終わるとこだったんだ。そうそう。恥ずかしいです。休憩前の最後のポイント本気だ。あれってやっちゃいました。いやでも出るねかなり。ああ。シングルのが好きです。ああな、わかる、なんかストロカーだからさ。ね。このコードハードだからなんか。こうラリー終わっちゃうけど、はい、重いだと結構続くでしょ。そうです、なかなか終わんないですよ ねでも普通だったらさ、大使館とかは高いんだよ。今は分かんないけど、マスタコーチとか知らなくて、なんか、また高くなるんでしょ。なんか裏が太いから来てるやつが、温度が下がって寒くて寒い。また強くなったみたいです。そう、また強くなったみたいね。うん。